ボイルが多くなってきたりとか、速いレーンになるとちょっとこう曲がりが少なくなるっていうのはどのボールでも言えるとは思うんですけど、今回のフラッシュの方が僕の印象なんですけど、もうちょっとこうオイルキャッチが強くてしっかり曲がるなという印象です。このジャッカルという商品、多分パールなんですけど、ちょっとオイルが多いコンディションの方が活躍しそうな雰囲気です。レイアウト、開け方なんですけど、僕この開け方の特徴はやっぱこうバックエンド、ピン前の動きをちょっと強く出したかったので、そういうレイアウトを取ってるんですね。もうちょっと大きく曲がりを出したければ、この黒いピンがもうちょっと薬指寄りにセッティングしようかなと思ったんですけど、大体時計の針でいうと12時ぐらい、マスバイアスの親指の近くということで、結構ストロングポジションです、僕の中では。なのでだいぶバックエンドで、リアクションが大きく出てるような印象があります。ちょっとこのオレンジというのがキーポイントで、存在感のあるカラーと。今日は山本功プロにチャレンジです。左投げで高回転なので、もうとてもかなわないです。ハンデ30ピンぐらい欲しいですね。ということで今日はあえて三岡さんチャレンジに切り替えましょうかというよりも、しおんちゃんが今日一緒なんでね、しおんちゃんチャレンジが一番いいですね。しおんちゃんには負けますね。ということで私も負けます。負けまして目に投げるスペアボール。スペアボールです。もったいないじゃない。そうなんですよ。一郎スペアにしちゃうの。天品を曲がらないようにレーザービームのごとく。見事なトライでスタートしたいと思います。1ゲーム目終わりましたけど、ダメでした。178でした。でも次のゲームは山本プロがね、同じボックス入ってもらえるんで、ちょっとこう楽しいですね。頑張りたいと思います。お待たせしました。はい、プロが来ました。楽しみですね。よろしくお願いします。回転数が多い人の方が、まあ、例えばインサイドから投げれるとか、そういう違いもちろん出ちゃっても、曲がんない人に使えないとか使えるって、逆に曲がるボールを使った方が難しくなる場合があるんですよ。強いボールすぎちゃって、逆に言うとすぐこうオイルがなくなっちゃうとか、なので多分一番万人に投げやすいような材質って今回のジャッカルみたいなのが多くなっちゃうんですよね。201でした。201。第2位、明和光一選手409こんにちは、東條久幸です。很欢迎东城先生来到我们中国。现在就请东城先生介绍一下東條的那个历史。その中で本当に自然が身近に感じられるアクアリウムを多くの人に見てもらいたいと思ってます。我知道东城先生在水景设计方面是很有造诣的。现在就想请东城先生谈一下。先生はアクアリウム設計業界の専門家です。高いレベルです。そしてアクアリウム設計の技術とか理念とかみんなと紹介しましょう。谢谢。アクアリウムは個人の趣味から始まって、今は病院でも老人施設でも幼稚園でも見せるっていう形で我々はプロとして活動しています。在让看到他人也同样开心，那这就是一件非常开心的事情。看得出来，东城先生是一位很热爱生活的人。先生は生活に内情を持っている人です。そうですね。私はね、実はね、猫に育てられたんです。東先生也养了一个猫，一只猫。まあ私が3歳の時に母親がね、病死したので、私は猫と一緒に暮らして猫からたっぷりの愛情をもらいました。東先生去哪的话都会带这只猫，在跟他陪伴。日本東條的创始人東城先生来到我们这个会场，这位是中国の皆さん、こんにちは、東條久幸です。昨日、昨日東京から来ましたけど、寒いですね。目の前に熱帯魚水槽があって、その水槽が汚れていてメンテナンスしなければならない、それが面倒だなと思った時にこの仕事を思いついて、まあ自分の好きな仕事でお金になるんであれば、すごくいいなと思いながら始めた仕事だったんですけども、お客さんが増えると不思議なことが多く耳にするようになったんですね。水槽は病院とかでものすごく喜ばれて、その水槽を見たがんの末期患者の方がすごく痛みが取れて、すごく気持ちよく見てられるって涙流して言ってくれたことがあるんですよ。自分一人で始めた水槽のビジネスだったんですけども、テレビだとかラジオだとか雑誌だとか、マスメディアでものすごく取り上げてもらえたわけです。水槽の数はどんどん増え続けて、今日本全国で5000件以上のお客様があります。私は日本で東京というところで活動してるんですけども、日本全国に今120組以上のファミリーと呼ぶ仲間が存在します。その仲間は、私の発行する水系デザイナー、こういう資格を持って活動しています。東條先生呢是，他是有两个身份，一个身份呢是東條 Group、東條 Family 的唯一的一个 Class S 级的设计师。東條的那个另外一个身份呢是日本观赏鱼协会的执行员。但是呢，日本观赏鱼协会呢是在日本的最权威的一个水族的一个协会，它包含热带鱼、海水，还有锦鲤，包括其他的一些就是所有的水生生物观赏类的一个协会专业的一个组织，是这个组织一个常任理事会员。私たちはこの資格を持ってプロですね。どこでも。工作人员会为顾客提供专业的水族服务。今後この素晴らしいビジネス、人を楽しませる、喜ばせるビジネスを中国でも、多くの人に見てもらいたいので、皆さんの力を借りたいと思っています。这样子的一个商业模式，我想在中国二发展下去，想让更多的中国的自由水族爱好者也体验到这样的乐趣。よろしくお願いします。ありがとうございました。我需要大家的关注，希望大家请多关照。東条の水系デザイナー資格を取得しました。恭喜陈建先生，我们在这里给陈建先生颁发这个水族造景设计师的证书。恭喜恭喜！这个是认证证书。体育馆也是为了放手来去玩，这次我们就去放手。咱这里可以播鱼虾子、流沙。现在我们现在是在去尝试去做一些流木的一些组合，通过流木之间的角度啊，必ず魚は。隠れるところで自分の安全を確認します。要确保这个造景的一个安全性，还有问题吗？一日の幕を閉じる。繰り返されてゆく現実の渦。悲しみ喜びをまた回ってくる。募りに募った気持ちの行方がわからないまま背負い続けるより。最后会在看一下他的造型。正面，正面。欢迎来到。